お前の写真使ってタスポ作った方がいると何それ。ダメなの？偽造なの？偽造はダメでしょ。え、どういうこと？え、デコトラみたいな感覚じゃないの？あれ公的なもんなの？え、タスポってそうなの？シール貼ってる感覚じゃなくて？俺タスポ持ってないから分かんないんだよ。え、だからタスポに俺の写真を貼ったとかそういう感覚じゃなくて？お、なんか YouTube に上がってる。え、なんなの？ダメ、なんでダメなの？デコトラみたいな感じじゃないの？いつもうんこちゃんを隣で感じていたいみたいな。それと違うの？また別物なの？ちょっとごめんね、待ってね。タバコを自動販売機で買うときに、タスポっていうカードが必要なんだけどね。それをまだ自分作ってなくてさ。うん。それをね、スマートフォンから作ろうと思ったら、顔写真と、あと、毎日、ジュンの顔写真になってるから、ちょっと、何これ、この顔でも、あ、そういうことか、あ、そういうこと、これはダメだよ、絶対、ね、俺の顔で免許作るみたいな感じでしょ、それはダメだよ。とかだと、さすがに、多分弾かれちゃうと思うけど、こういうなんかネットアイドルとかだったら多分ね、使えると思うんで。使えねえバカ、お前何やってんだよ。使えないとか。で、こういうのが本当にね、あのバカなんだよ。本当にネットのなんていうの、ノリをリアルに持ち込んじゃう痛いやつなんだ、本当に。自由を履き違えてんだよ。自由ってすごい不自由なんだよ。自由にするっていうのは、ちゃんと本当に、いい意味でもこれ、この言葉って俺使いたくないんだけど、空気読まなきゃいけないんだよ。みんながみんな、だからそんなバカ一人あんまいなかったじゃん。そういうのがね、本当に痛いやつなんだよね。タバコを自動販売機。かわいそうだな。いやなっていう面白くねえし、かもダメだよ、今のうちに目覚ました方がいい。いや、なんか俺さ、タスポに俺の顔写真をあのパーンって載せるんだったら、え、それでデコトラみたいな感じでさ、いやいいじゃんいいじゃんと思うけど、俺の顔写真でタスポ作っちゃダメだよ、それは。権利には義務、自由と責任は表裏一体。やっぱそこは、え、だからさ、俺の正直さ、比較的、なんかまあ、あんまりさ、自分の趣旨褒めるの嫌なんだけどさ、そういうの、ノリが分かってないきゃ、悪口とかって言えないんだよ、本当に。正当化するの嫌だけど、悪口言うのって絶対悪でなきゃいけないから。自分のポリシーに反するけど、それってやっぱさ、せめて身内だけは空気を読めてなきゃいけないみたいな。なんか、言いたいこと分かるでしょ？言いたいこと。いや、でもまあ、それは、そのさ、なんていうの？常識が分かってないと非常識ってできないじゃん。ただの本当に気違いってなるじゃん。それってやっぱね、あんま褒めたくないけど、それはなんか、その、まあ、分かってる人が多いから成り立ってるっていうか、これただの本当にただの犯罪者だから、それダメなんだよ。志村けんみたいなことになる。いや、そう、実際そうでしょ。で、こんなのダメだってわかるじゃん、絶対。こんなのダメじゃん。俺、そういうの推奨してないから。公的文書偽造で捕まると、そんなことですよ。しかも再生数67のためにさ、パクられて、バカすぎるでしょ、ほんとに。バカすぎるよ。お前、それで得たものって、お前何なんだよっていうさ。バカだよ、もったいねえ、そんなんでさ、人生棒に振ってさ、人生棒に振るリスクがあるんだぜ。ダメだよ。もったいねえってか、俺の視聴者殺すんじゃねえよっていうさ、お前がもしそれでさ、なんていうの、うわぁ、マジかよって嫌な思いしてさ、俺のこと見なくなったら、お前、俺の視聴者が一人減るんだからな。いや、通報はしなくていいと思うけど、いや、冷静になった方がいいな、多分。草原に向かって自爆テロしてるって感覚。こいつ、ツイッターのフォロワー15人だから、もったいねえなーって思っちゃうなー。もったいねえよ。もったいねえよ、ほんとに。いや、変な
や、私殺害予告とかあったら、まだかばえるんだよ。かばえるんだけど、こういうのは本当に愚かだぜ。今すぐなんか、破棄してすいませんでしたっていう方がいいと思うよ。なんだよ、俺デコトレみたいな感じで可愛いやつが現れたなと思ったのに。前科持ちも、あ、飛行機になったんだ。偉いぞ。そうやって、引き返せるうちに引き返しとけ、絶対。お前賢いぞ。俺の放送見続けろよ。お前は俺の放送見てたことにより、ちゃんと過ちに気づいたんだからな。これ俺に救われたと思って、お前俺の放送ずっと見とけよ。てか、お前こんな時間まで放送見てるとか、気違いならバカなんじゃないの、お前。だから、そんなバカ、な平日のこの朝4時13分に、30歳の大人が、元カノ出して管巻いてる放送見てるのはバカだから、そういうな、常識的な行動も取れねえの。俺がちゃんと道正してやっから、おめえの親もバカだから、なちゃんとそういうの教えてくれなかったんだろ。お前親に教えてもらったんか、公的文書聞きちゃいけないよ、偽造しちゃいけないよ、つって。俺だけだろうが教えてくれんのは。親だと思っていいぞ。お父さんと呼んでいいぞ、お前は。俺のこと、特別に。タスポのやつが謝罪メール送ったりしてみよう。それ、可愛いやつがいいんだよ。そういうな。どういう感情を経て構成したかっていうのも大事だからな。プロセスも。結果も大事だよ。この度勝手に顔写真を利用してしまい大変申し訳ございませんでした。タスポが公文書に当たるとは知らずにうんこちゃんのことを好きな気持ちが先行してしまい作成しまいました。ツイッターでも公開しましたが、タスポはハサミで切り刻み YouTube にアップロードした動画は削除しました。先日の殺害予告も件もあったのに、かかわらず自分がうんこちゃんにご迷惑かける情報になったりだとは思いもしませんでした。いや、それはだから違うんだって。俺に対して迷惑だとか考えなくていいの。あなたたち自身が人生を棒に振るリスクは取らない方がいいんじゃないって俺言ってんの。そんな俺自分にとって都合のいいことだけ言ってないじゃん。俺、そんなさ、俺に迷惑かけんなよなんて言ってないでしょ。あなたたち自身に、自分がパクられるかもしんないんだよ。そんなのやらない方がいいに決まってるじゃん。その考えがあんたまだ分かってないんだよ。そんな人のためなんて、こんなの嘘だよ。はっきり言ってお前が考えてることって。感情のこもってない、うわっ面だけのメールなんだよ。お前自身が、な、パクられるかもしんねんだぞ。俺なんか別に、お前が警察に捕まろうが死のうが別にな、はっきり言ってどうでもいいの。あなたにとっては張本人だからやめなさい。本当に自分自身だからね。マジで。俺別にこれ綺麗語で言ってるわけじゃなくて、本当にやめた方がいいよ。ネットなんてもう、リアルと切り離しちゃいけないからね、マジで。これ見ろ。見てみよう。ついた。まあでもよかったじゃん、ほんとに。これで、また一つ賢くなったというか。俺も知らなかったしな、タスポが。そういうのに当たるなんて。ごめんなさい。でもこれあげるとさ、なんか、あの、AKB の信者がさ、振られてなんかこいつに腹いせしてるみたいになるから。これもセンスねえだろ。俺に対してなんか俺を切り刻んでるみたいな、もうバカなんだよお前は。違うんだよ。それもずれてるんだよ。違うんだよ。まあでもそれも個性だけどさ、しかもお前これかわいい。こういうやつがやっぱね、ダメな子ほどかわいいんだよ。きっとなんか、一年後とかに俺の放送見続けてたら、あの時、タスも作ったものです、みたいなのが、な実を結んでさ、なってくるんだよ。お前もなんかだから頼むぜ。ちゃんともう自分のためにやめな、本当にそれは。やめなさいね。ツイッターの画像ももう俺は見届けたから、あれしな。もうそれも消しときな。なんでかっていうと、めんどくさい、な。ネットのさ、なんかあれなんだよ。それはなんか変な言ったらセンスみたいなのがやっぱあんまないから、ちょっとそれはやめて、また一から俺のことロムって、あ、うんこちゃんはこういうこと気をつけてるんだろうなっていうのを見て、また YouTuber なの。2ヶ月間はあれだよ。謹慎だよ。執行猶予。執行猶予2ヶ月。